ライオン株式会社は、洗剤、石鹸、歯磨きなど、トイレタリー用品、医薬品、通販、ペット用品、化学品を手掛ける日本の大手生活用品メーカーである。本社は、東京都墨田区本所にあり、東京証券取引所第一部に上場している。同じく、ライオンと通称される、事務機器のライオン事務機や、外食事業者の札幌ライオン、 菓子メーカーのライオン菓子、インドネシアの格安航空会社、ライオンエアとは一切関係がない。1891年10月に小林富次郎によって設立された小林富次郎商店をとする。小林はそれまで、ハリマコーナナが1880年に創業した神戸の石鹸製造会社に招かれて共同経営していた。化粧石鹸、洗濯用石鹸を、 出発点として1896年に粉歯磨き、死神ライオン歯磨きを発売した。現在の社名は前日の死神ライオン歯磨きがヒット商品になったことに由来する。象印歯磨き、キリン歯磨きといった動物の名前を冠した歯磨き剤が世間に広く流通していた時代に百獣の王を刺し丈夫な牙を持つライオンが 歯磨き剤のネーミングとしてふさわしいということで採用に至ったものとされる。商品開発力は高く、1966年に発売されたローションタイプの台所用洗剤、ママレモンは台所用洗剤の代名詞として有名な存在である。さらに粉末タイプの台所用洗剤であるライポンカイは世界初の台所用洗剤であると写真に記されている。 なお、欧米諸国では、台所洗剤というと、液体洗剤を指すため、台所用液体洗剤としては、世界初のアメリカ、世界第2位、第3位の欧州諸国に次いで、液体ライポン海がアジア初並びに、世界第4位となる。展開する、事業分野においては、顔が日本国内最大の競合企業である。競合するほとんどの商品シェアは顔に次ぐ。 第2位であるが、創業品目の歯磨きは現在でもトップシェアを誇る。戦前の一時期、プロ野球、ライオン軍のスポンサーとなり、戦後はパシフィックリーグを中心に野球との関わりが強い時期があった。ちなみに戦後パリーグ発足と共に設立された西鉄ライオンズとは、資本上の関係はないが、ライオンで共通することから、宣伝面でのタイアップを申し出て、球団化。 西鉄ライオンズの歌を贈呈している。水穂グループ会の一員でもある。ライオンのサステナビリティの原点は、創業者、初代、小林富次郎の言葉、人のため世のため役立つ仕事にあり、社税、経営理念は次のようになっている。我が社は、愛の精神の実践を経営の基本とし、人々の幸福と生活の向上に寄与する。我々は、人の力、技術の力、 マーケティングの力を結集して、日々の暮らしに役立つ有料製品を提供する。我々は、創業以来の伝統である、挑戦と創造の心を大切にし、事業の永続的発展に努める。我々は、企業を支える全ての人々に深く感謝し、誠意と相互の信頼を持って、共栄を図る。小林富次郎商店番組に90秒以上、もしくは一社提供時は、 このキャッチコピーが表示、クレジットされる。大正末期から昭和初期にかけて、大阪の通天閣の塔の側面に、ライオン歯磨きの巨大ネオン広告を掲げていた。ロゴの、ライオンを逆さまにしてみると、脳17に見えることから、同社はその、脳17も、商標登録している。番組に90秒以上、もしくは一社提供時は、このキャッチコピーが表示、クレジットされる。 一社提供番組テレビ一社提供番組のオープニングキャッチエンディングのジングル1964年から1990年12月一社提供のテレビラジオ番組にはライオン独自のオープニングキャッチが放送されていた。歯磨き、油脂の二社体制時代は TBS 系ケンちゃんチャコちゃんシリーズや読売テレビ、日本テレビ系ライオンお笑いネットワーク、フジテレビ系の ライオン劇場、日本放送、テレフォン人生相談にて、サバンナでライオンが吠える様子の実写のオープニングキャッチが、ジングルと共に放送されていた。一社に統一と同時に、同じサバンナでライオンの親子が戯れている、実写のオープニングキャッチに変更。1983年にはライオンちゃんをメインとする。 家族が登場するアニメーションと緑色をバックにした提供クレジットで構成されたものに変更。番組のオープニングコーナーが終了して CM に入る直前にライオンのオープニングキャッチを流していた。また、エンディングにキャッチが放送される番組もあった。また、番組によって異なるバージョンもあり、かつての全国高等学校クイズ選手権やびっくり新年会などでは、 30秒にわたって関連企業各社を表示する長時間バージョンが放送された。このジングルの歌詞はやや聞き取りがたいがヘルシービューティーである。提供読みは伊藤秀俊氏が担当。沖縄テレビで放送されていたライオン天気予報はこれらのオープニングキャッチからテロップを抜いたものを使用していた時期がある。三十秒バージョンのロゴが出る直前で黒画面にフェードアウトし、 終わっている。BGM はフランク・ミルズの詩人と私だった。2012年1月1日に企業スローガンが今日を愛するに改定したことに伴ってライオンのご機嫌用の2012年1月5日放送文から以前からのオープニング映像をそのまま利用する形で冒頭に今日を愛するライオンのジングルが追加された。 このオープニングは2012年9月頃で廃止された。なお、情景のスローガンは、複数スポンサーの共同共産番組で90秒以上の提供をする場合でもこれらの読み上げ、及び字幕表示が行われる。ラジオ複数社提供番組テレビ現在、全国ネット番組テレビ、東京系列日本テレビ系列薄い白絨毯の上に、カラー表示。テレビ朝日系列。 TBS 系列テレビ、東京系列富士テレビ系列日本テレビ系列、薄い白絨毯の上に、カラー表示。テレビ朝日系列、TBS テレビ系列富士テレビ系列その他ローカル、番組、独立局過去日本テレビ系列テレビ朝日系列、TBS 系列テレビ、東京系列富士テレビ、系列独立局ラジオ特集例その他現在ライオンの公式サイトにある、 CM 情報、タレント一覧の情報に基づく。過去赤字の製品は、ライオン油脂時代の CM 出演。緑字の製品は、ライオン歯磨き時代の CM 出演。ありがとうございます。